昔、あるところに可愛い赤ちゃんを欲しがってる女の人がいました。女の人は魔法使いから魔法の花の種を一粒売ってもらい、小さな鉢に植えました。するとたちまち芽が出て小さなつぼみをつけました。そして美しい花をつけると、中から小さな女の子が生まれてきました。女の子は親指くらいの大きさしかなかったので、親指姫と名付けられ、女の人の家で一緒に暮らすことになりました。親指姫は花びらの船をこぎながら毎日女の人に歌を歌って聞かせました。こうして幸せな日々が続いたのです。ところがある晩のこと、ゲロ、こりゃいい息子の嫁にぴったりだよ。お目覚めかい？ゲロ。あなたは？あたしはご覧の通りの引き返るさ。でもって、こっちがお前の花婿になる息子だよ。私のお婿さん？ゲイコ、早く挨拶しなよ。ゲイコ。ヘラ。さあ、早くお前たちの新しい家を作っておかなきゃね。やっと嫁が見つかったんだ。せいぜいきれいにしないとね。ゲロゲロ、あの子が引き返るのお嫁さんなんてかわいそうに。ねえ、よし。お魚さん、ありがとう。元気でね。さようなら。ゲロ？ゲロ！こうして引き返るの親子から逃げ出すことのできた親指姫は、どんどん流されてとても遠い国まで来てしまいました。コガネムシは親指姫があんまり可愛かったので友達になりたかったのです。怖がることなんかないよ。花の蜜でも飲む？それとも葉っぱを食べる？どっちもいらないわ。じゃあ何が欲しい？遠慮しないで言ってよ。なんだいあの子は。
それは近所に住むコガネムシの奥さんたちでした。僕の友達さ、かわいいだろう。やだ、あの子足が2本しかないよ。それに触覚もないじゃない。体もあんなに細くてまるで人間みたい。みっともないね。ほんとにね。コガネムシは奥さんたちの悪口を聞いているうちに、親指姫が本当にみっともない子に思えてきて邪魔になってしまいました。君と友達になるのはやめた。どこでも好きなところへお行き。こうして親指姫は一人ぼっちになってしまいました。親指姫は夜は草で作った寝床で眠り、昼は花の蜜や草の露を飲んで一人寂しく暮らしました。こうしているうちに夏が過ぎ、秋が過ぎ、やがて寒い冬がやってきました。だかね。おう、おやまあ、こんなに凍えてま。さ、早く中へ入り。ありがとう、おばあさん。おや、そうかい。大変だったね。でももう安心だよ。冬の間ずっとここにいていいんだからね。おばあさん、その代わりうちの手伝いをしたり、私の話し相手になったりしておくれ。ありがとうございます。親切な野ネズミのうちで暮らすことになった親指姫は楽しい毎日を送りました。そしてその幸せな日々はずっと続くように思えたのでした。
ある日、野ネズミはお隣に住むモグラを招待しました。モグラは大層な金持ちで学問もありましたので、野ネズミは親指姫をこのモグラと結婚させてやりたいと考えていたのです。ところで親指姫さん、あなたはこの家の中で何が一番お好きかな？私は綺麗なお花や暖かなお日様が好きです。花とお日様、あれはいけません。花はすぐにしおれて枯れてしまうし、お日様は眩しすぎる。私はどちらも大嫌いだ。そんなことよりほら、お得意の歌をお聞かせしたら。はあ、それはぜひ聞きたいな。はい。ララの歌を聞いて、モグラは親指姫が大好きになってしまいました。そこで自分の家と野ネズミの家をつなぐ長い穴を掘ったのです。やれやれできたぞ。親指姫さん、あんたはいつでも好きな時にこの廊下を散歩していいからね。よかったね。はい。あ、そうそう、途中に小鳥の死骸が転がってるけど、びっくりしないように、とにかく私が一度案内しましょう。まあご親切に。ああ、これこれ。冬になって凍え死んだのを人間が埋めたんだよ。小鳥なんかに生まれてくるなんて情けない話だ。こいつらはピーピー鳴くしか能がなくって、冬になったら凍え死ぬしかないんだから。本当にね。何してるんだ、早くおいで。夏の間、素敵な歌を歌ってくれたのはあのツバメさんかもしれないのに。親指姫はかわいそうなツバメのために枯れ草で布団を編むことにしました。これで少しは暖かくなったでしょう。さよならツバメさん、夏の間あなたが歌ってくれた歌決して忘れないわ。ツバメはまだ生きていました。親指姫はツバメをもっと暖かくしてやるために、自分の布団もかけてやることにしました。そしてそれから毎日毎日、親指姫はツバメの様子を見に行きました。そしてある日、気がついたのね。ありがとう、おかげで体が温まりました。外はとても寒いわ。春が来るまでゆっくりお休みなさい。ありがとう。冬が来て仲間たちと一緒に遠い南の国へ旅立つはずだったんですが、翼に怪我をしてしまって飛べなくなってしまったんです。その後は覚えていません。そう、でも安心して、これからは私がついていますから。あなたは本当に優しい人ですね。こうして
冬の間中、親指姫はツバメの世話をしてやりました。やがて暖かな春がやってきました。一緒に行きませんか？いいえ、野ネズミのおばあさんが悲しむから。そうですか。でも、あなたの親切は一生忘れません。どうぞお元気で。ツバメさんも元気で。さようなら。さようなら。親指姫はツバメが去っていった空をいつまでもいつまでも眺めていました。やがて夏になりました。まあまあ、そんなところでぼんやりして、今のうちにお嫁入りの服をたくさん縫わなくちゃって言っただろ。モグラのお嫁さんになっても恥ずかしくないだけのものを持っていかなきゃね。はい。そうなのです。親指姫はとうとうモグラと結婚することになってしまったのです。結婚式は秋、それまでにできるだけ多くの服を縫わなくてはなりません。モグラは毎晩やってきて結婚式の準備について話し合っていきました。けれども親指姫は暗い地面の下が好きなモグラをどうしても好きになれませんでした。やはりあの時ツバメさんと一緒に行けばよかったとも思いましたが、どうすることもできません。そして秋になり、とうとう結婚式の日がやってきてしまいました。モグラさんのお嫁さんになったらもう二度とお日様にもお花さんにも会えないんだわ。お日様、さよなら。お花さん、さよなら。あの時のツバメさんを見たら、よろしく言ってね。お元気ですか、親指姫さん。あなたのおかげで、今年は無事に旅立つことができます。それなら一緒に南の国へ行きましょう。そこは暖かく、お日様もお花もここよりずっと美しいところです。行きますか？行きたいわ。ツバメは森を越え海を越えどんどん飛んでいきました。そしてとうとう南の国へやってきました。わあ、きれい。さあ、あなたはこれからここで暮らすのです。ここで？あなたは？僕は花の天使。その天使は花の天使の王子様でした。王子様は親指姫を一目で好きになってしまいました。あなたの名前は？親指姫と申します。親指姫さん、どうか私の花嫁になってください。はい。
今日からあなたは花の王女様です。これからはあなたを春の女神の名を取ってマーヤ姫と呼びましょう。幸せに暮らしたということです。